皆さんこんにちは、本日はですねダイハツから、ただいま CM でも話題となっておりますレイク、こちらのですね、展示会の方をさせていただいております。しかもですね、うちのお客様に向けてでの釣り仕様の車ということで、今回の方をさせていただいております。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあちょっと海釣りの、荷物が大きい時というところで、荷物を積ませていただいてますけれども、鉱石のシートを倒した状態で、大きな大容量のクーラーボックス、こちらを詰めております。では今2台、積んでいる状態でございます。でそれに合わせて、バッカンですね、釣りの準備にも使えるようなバッカンというものを合わせて同時に積むことができる、あの容量の広さですというところで、展示をさせていただいております。で天井部分ですね、この車の室内の高さが高いので天井の部分を活用いただいて、こういった、ロッドホルダーですね、こういったものを使って竿も何本もですね、お好みのものを、収納できるような仕組みになっております。でまた、床下なんですが、床下の、深さですね、大容量の荷室下の収納というのがございまして、この中にはですねこういった濡れ物をそのまま放り込めるような専用のオプションも備えておりますので、その中に濡れ物、汚れ物を放り込んでいただいて、これはなんか明石とか大阪湾の釣り仕様みたいな感じの、そうですね、ね、はい、大きなクーラーボックスもこういった形で2つ入って、はい、そうですね、大物を狙われる時の仕様ということで、そうですね、はい、すごく収納スペースがあるので、今従来の軽自動車に比べるといい感じですね。はい、こちらの展示車ではですね、まあ、近距離で、移動をよくされるような時に、荷物の出し入れをしやすいように3段の、収納ですねというところで、荷物を収納しております。先ほどの大容量のクーラーボックスを積んでましたけれども、ここはあの30リッターのクーラーボックスを先ほどの荷室の下の収納にあのぴったりの大きさということで収納しています。でその上には、ボックスですね、バッカのボックスを2段目に収納しています。で1段目には、まあ、ルアーを、移動ラーガンスタイルで釣りをされるときにはスイッチを入れ替えるということもありますので、上でこういった作業ができるような、ルアー類、こちらを上の一番上の段に収納しています。であとは、まあ、先ほどと同じですが天井周辺の、高さを生かした収納ということで竿を収納しております。でこちらのシーバス用のですね、竿を合わせて展示をしています。あの先ほど、収納で使われていた、3段目の棚でございますけども、これ実はこういった机にもなります。で、まあ、この車はバックドアが大きなバックドアなので、まあ、雨だとか、日差しを遮りながらここで釣りの準備をしたりですとか、まあ、お弁当食べたりとか綺麗な景色見ながら楽しんでいただけるような、オプションになっていますので、こういった使い方もできます。この車あの室内の高さもあるんですけれども、シートの位置も実は高くてですね、今女性の方は座っていただいてますけれども、目線が高いので遠くがよく見えて非常に見通しが良くて運転もしやすいです。これだと釣りガールの方も安心して運転していただけます。この車あの軽自動車で一番室内の高さがありますので、頭上の空間、ここに今あの非常にゆとりがあるので、休憩される時にでもですね足を伸ばしてゆっくりリラックスしていただけます。釣り人の方にもおすすめです。お願いします。お願いします。